マリサー、マリサー。どうした霊夢、大きな声で。どうしたもこうしたもないわよ。またニュースでミャンマーの話をやってたよ。国民の半分が貧困状態なんですって。うん。しかし霊夢、それはきっと甘いな。今のミャンマーは、4分の3がまともな生活を送れていない。え ?4 分の 3? そうなんだ。知っていると思うが、昔ビルマと呼んでいたこの国は、中国とインドの間で極めて重要な位置にある。長く日本も関係があって、東南アジアの成長株になっていた。経済状態は随分良くなっていたんだぜ。しかし、今は世界的にも非常に難しい国になってしまった。なんでよ、なんでなのよ。結論から言えば、政治軍事が非常に荒れている。国内で軍事政権と民主派が、武力で闘争をやることになってしまった。ミャンマーの中で戦争してるんだね。簡単にこの国の現代史を振り返ると、イギリスの植民地支配から脱した後、長期にわたって国軍が政治を担ってきた。その後、アウン・サン・スー・チーさんを実質トップとして民政移管が行われ話題になる。しかし、2021年に軍事政権がクーデターで政権を取り返した。また、軍事政権に戻ったんだね。この国は軍事政権時代があまりに長かった。おそらく、しばらく経てば落ち着くと思った人間もいたのだろう。ところが実際は逆。国民の反発は大きかった。最近、軍事政権が重要な拠点を民主派と少数民族に、武力で奪われ始めている。軍事政権側が武力で負けることが出てるんだね。それでは荒れるよね。内戦は誰も望まないが、始まると加熱する。東南アジア各国がパンデミックから立ち直る中、ミャンマーだけはむしろ悪化している。海外からの支援も投資も減るし、主力の農業生産がやられ、物価も高騰している。止まらないの?ミャンマーをめぐる国際関係も変わってきている。単純な米中闘争では説明できないんだぜ。複雑だけど、大事な時なんだね。この動画では、まず、ミャンマーの貧困の状況を整理しよう。それから、ミャンマーの政治軍事の話と、経済の話をしていくぜ。よろしくお願いします。まずミャンマーの貧困の状況だぜ。国連開発計画 UNDP の最新報告書によると、ミャンマー人口の 76% が生活に困窮しているか、その瀬戸際にある。人口の4分の1しか安定した収入を得られていないって状況だ。4人に1人しか安定収入がないのね。いわゆる貧困率は2017年の 24.8% から2023年には 49.7% にまで倍増している。貧困率が倍増。世界の貧困は、まだまだ厳しいとはいえ、改善している場所や部分があるのは確かだ。だからパンデミックで苦しんでも、その後、立ち直る道があった。しかし、今のミャンマーは例外だ。取り残されているのね。具体的な数字をアジア開発銀行のデータからお借りしよう。2019年、ミャンマー、ベトナム、カンボジアの経済成長率は 7% 前後だった。7%? すごくない?すごいね。この3カ国は東南アジアの成長株、いや世界の中でも将来への期待が持てる国だった。しかしその後パンデミックがやってきて、東南アジア全体で経済成長が止まる。マイナス成長も珍しくなかった。みんな大ダメージだったのね。そうなんだ。しかしテーマは、パンデミック後に移っている。2023年、ベトナムとカンボジアは成長率を 5% まで戻している。早いんだね。早い。こういう国は回復する時も早い。ところがミャンマーは 0.8% という数字が出されている。止まっているんだね。国連開発計画は、多くのミャンマー世帯を調べて中産階級が半減していると警告している。中産階級が半減?どういうこと?中産階級は経済ショックを緩和し、国の復興を支える重要な役割がある。言ってみれば、国の経済の主力だ。軍事クーデター以降、ここが縮小してしまっているのぜ。貧困が普通になっちゃってるってこと?短期的な戦争とは違うということなんだ。社会基盤が壊れていくんだぜ。例えば日本でも貧困家庭は医療費や教育費の問題に悩まされるだろ。食べるのに精一杯だ。つまり、中産階級が半減した社会というのは、子供が勉強してから社会に出るとか、病気になれば病院へ行くといった、社会インフラが壊れていく状態だ。昔に逆戻りなんだね。その通り。軍事クーデターから3年。この後世界が不安視し始めている。早く落ち着いてほしいよ。ポテンシャルはもともとあるんだよね。あるどころじゃないぜ。未来有望な国なんだよ。どうか若い世代や人材を大切にしてほしい。そうだよ。長く荒れた国になると、なかなか戻れなくなるよ。ミャンマーの政治と軍事の話をしよう。この国には2つの断層があると考えている。2つの断層?
一つ目は民族間の断層だぜ。そうか。ミャンマーは多民族国家なんだね。ビルマ族が7割だぜ。宗教の違いもある。長期にわたった軍事政権は、少数民族の不満と独立を抑え込んできた。そのための軍隊だったとも言われる。外国と戦う軍隊じゃなかったってこと？その通り。多民族国家はたくさんあるが、民主的に統合しているケースもあれば、軍事的に抑えているケースもある。確かにそうだね。二つ目は、国軍関係者とそうでない一般人の間の断層だ。どういうこと？これは長期軍事政権のあるあるだぜ。国軍の親族や関係者が、各産業の利権を独占していく。ああ、なるほど。それがあるのね。当然、一般民間人の間に不満が蓄積していく。ミャンマー軍事政権は、少数民族と一般民間人の中に、相当な不満を蓄積させていたと考えられるんだ。アウンサンスーチーさんの人気が高いのはそこなのね。そうなんだ。ミャンマー国内で彼女の人気は非常に高い。しかし民政移管を、二つの断層を平和的に解決しようとして悪戦苦闘することになった。難しい舵取りだったのね。時間もかかるよ。しかしそんな中、2021年、利権切り崩し前に、軍事クーデターが起きた。国軍が政権を取り返してしまったんだぜ。まずいよね。もともと不満が蓄積していたわけだし。アウンサンスーチーさんはノーベル平和賞も受賞しているが、非暴力で政治を行う人だ。民主派も当初はそちらだった。そこでまず、国中で大規模な反対デモと市民的不服従運動が起きた。しかし軍、俗にタットマダーと呼ばれる軍事評議会はそれを武力で制圧する。国連によれば、タットマダーは数千人の民間人を殺害したと非難されている。それは非難されるわよ。デモしてる民間人を自国の軍隊が殺害するんでしょう？そうなんだ。そこから先を具体的に取り上げてみよう。暴力の渦が広がり、ミャンマー中で反乱が拡大した。特に注目されたのが、様々な少数民族を代表する3つの同盟と呼ばれる武装組織の台頭だ。反政府の武装勢力が出てきたのね。これでますます紛争が続くわ。そして2023年10月、この同盟がミャンマー北部の中国国境付近で大規模な攻勢に出た。これが転機となり、他の反乱組織も戦略的な街を次々と攻撃。ついにはインド、中国、バングラデシュ、タイとの国境沿いの要衝を次々と奪還したんだ。え、国境沿いの街をみんな奪還された？それってすごく軍にとって打撃が大きいわね。その通りだぜ。最近ではタイ国境の主要な貿易町ナワディも陥落した。ここは食料や宝石などの物資の集積地だったんだ。報道によれば、何百人もの兵士が拘束されたか、タイに逃れようとした。じゃあ、軍事政権はピンチなの？いや、まだ権力の座から完全に引きずり下ろされる瀬戸際には立っていない。軍事の専門家は、逆を警戒しているんだ。逆ってどういうこと？湿地を取り返そうとする軍の無差別の空爆や民間人への砲撃が激化している。国連の報告では、この5ヶ月で民間人への攻撃が5倍に増えているって話だ。民間人への攻撃が増えてるの？それじゃ、本格的な人道危機になるのね。内戦は過熱する。民間人の大量虐殺は、これまでも多くの国で起きてきた。町や村ごと焼き払うと情報が外に出にくい。情報を気にしながら攻撃するから余計に恐ろしいことになる。どうなるの？どうなるのよマリサ。中国に注目している。中国？少し国際情勢の話をするぜ。アメリカはトランプ大統領時代にミャンマーと接触が少なくなった。またこの国の複雑な民族同士の関係が、人権問題として大きく出てしまった。一方、中国は2021年の軍事クーデターを黙認した。そしてミャンマーへの最大の出資国になったんだぜ。ところが、この中国が最近対応を変え始めているんだ。どういうこと？今までの国際政治は、制裁を続ける民主勢力と、取引を続行する中国とロシア、この両者の対立がよくある構図だった。しかし、今の中国には富裕層が増えているんだよ。え？富裕層がどう関係してくるの？今度別の動画で詳しく取り上げるが、簡単に説明するぜ。犯罪組織が中国の貧困層を、お隣のミャンマー国内の拠点にスカウトしたり拉致したりしている。そして、中国貧困層を使って、中国富裕層をターゲットに犯罪を繰り返す。はぁ、そういうことか。犯罪の規模が極めて大きい。桁違いだ。そこで中国は散々ミャンマー軍事政権に犯罪組織の制圧を依頼しているんだが、ここが進まない。国際犯罪と政治。さすがに中国も含めて世界中を敵に回したら、ミャンマー軍事政権も難しいことになる。注目していないとダメね。
次は、ミャンマーの経済状況の話をするぜ。2011年から2019年まで、ミャンマーは年平均 6% の高い経済成長を遂げていたんだぜ。政治経済両面で将来への期待感があった。それはすごいじゃない。でも、順風満帆というわけではなかった。国の実権は依然として国軍関係者の手の中にあったし、ロヒンギャ問題が国際的にも大々的に取り上げられてしまった。その後、軍事クーデターが起きたんだね。内部紛争が激化して、経済活動が乱れ、海外からの投資も減ってしまったぜ。具体的に言うと、外国直接投資 FDI が、2017年には日本円で6500億円程度の規模があった。しかしこれが大幅に減少して、2021年には2500億円程度になっている。え？すごく減っちゃったんだね。2021年には GDP が 17.9% も縮小している。17.9% って、すごい経済が小さくなってるじゃん。そうだぜ。国の実権を軍部が握っていたので、軍事クーデターは必然だったという人もいるが、そのインパクトは非常に大きく、そして長い。生活にも影響するね。健康や教育への公共支出も、2020年から2023年の間に GDP の 3.8% から約 2% に減少している。これはカンボジアの 5.1% やラオスの 3.1%、2020年の東アジア太平洋地域の平均 8.2% と比べても最低だぜ。それって、将来にも悪影響があるってこと？その通りだぜ。教育や公共医療サービスの深刻な中断が、生産性や家計収入に長期的な影響を与えるんだ。食べ物の心配もあるの？うん、2023年5月の世界銀行の調査によると、農家の 48% が食べ物が足りないことを心配してるんだ。それは2022年5月の約 26% から上昇してるんだぜ。それは大変だね。そうだぜ。紛争の多い地域では、家の破壊や農地へのアクセス制限、国内避難民の増加などの要因で、貧困レベルが高まってるんだ。都市部にも広がってるの？ああ、ヤンゴンやマンダレイのようなかつて裕福だった地域でも、貧困が広がってるんだぜ。比較的裕福な人々でさえ、75% が医療や教育費の削減、貯金の取り崩し、借金、食事の減少などを行っている。それじゃあ、ミャンマーの経済はどうなるの？見通しが難しい。この内戦がミャンマーとミャンマーの各民族に何を残すのか。ただ、最初に述べたが、ミャンマーは地政学的に極めて重要な位置にある。政治が安定すれば、諸外国からの投資は来る。これを武器に、少しずつ国内の貯蓄を増やし、経済的な自立につなげる。これがアジア人の得意技だ。今までも多くの国が最悪の貧困から脱出してきたんだものね。ミャンマーもきっとできる。そうだね。注目していましょう。そろそろ、ミャンマーの貧困についてまとめてみるぜ。お願いします。まず、パンデミックは大きかった。これは東南アジア全体の経済に大きなブレーキをかけた。そうだね。仕事もできなくなるし、観光業も止まっちゃうし、大変だったよ。一方、パンデミックの後、周辺国は急速に経済成長を本来の軌道に戻している。ところがミャンマーだけは逆の状況になった。2021年に軍事クーデターが起きたからだね。そう。背景に3つのテーマを考えよう。米中の対立、ミャンマー内の多民族宗教問題、そして長期軍事政権時代に国軍が経済利権を握ってしまったことだ。軍事クーデターは予想可能なものだったの？そういう政治軍事の専門家もいる。しかし、ミャンマー国民の反発は相当なものだった。もう軍事政権はごめんだと。それが今の内戦につながっている。内戦の影響が大きいね。経済活動が滞って、安定した収入源が非常に減っている。貿易ルートが寸断されて物流コストが上がり、国内国外両面から物不足。これが強烈なインフレを呼ぶ。農業の問題は？ミャンマーの経済は農業に大きく依存してる。もともと農業インフラへの投資と気候変動への対応がテーマだった。ところが、2023年のサイクロンモチャの影響は120万人に及んだ。内戦で非常にもろくなっているんだぜ。医療や教育にも大ダメージなんだね。すでにクーデターから3年。物価の上昇は、医療や教育にお金が流れるのを止める。社会インフラの破壊が進むと昔に逆戻りしてしまう。どうするの？どうするのよ、マリサ。落ち着け霊夢。まずは政治の安定だがここが難しい。中国のミャンマー対応に変化が見られるので、そこに注目をしているんだ。そこはまた、別の動画を作るんだよね。でも、日本も当然関係があるんでしょう？関係どころじゃない。親日国だと言われるが、
歴史的にミャンマー人の中には、日本に対するポジティブな感情とネガティブな感情の両方がある。日本は戦後、それをポジティブなものにしていくように、深い関係を作ってきた。ミャンマー人の中にもそれに応えてくれる人々がいる。良好な国際関係がないと、日本も先行きが暗いものね。ミャンマーのこれからに注目していこう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また見てくださいねー。ありがとうございました。